するじゃないぞ。何遊んでおる。何遊んでおる。犠牲者がまた増えたようだな。くそ、次から次へと。ここは危険だ。戻ろう。村の中に魔物が入ってくるなんて。しかも甲冑まで着込んでおる。お前の村も変わったな。魔王のせいだ。あの日が全てを変えたんだ。もう5年か。妹のヨナが連れ去られてから5年。魔王を探し続けているが、未だ足取りがつかめないままだ。5年の間に世界は荒廃し、国民病で死ぬ人々も増えてきた。そして俺は魔物を狩り続ける日々を過ごしている。その戦いがいつか魔王につながることを信じて。ポポルが呼んでおるのだろう。ああ、飛んだ足止めを食らったな。